もうおなじみ名称の花火シリーズ、遠方で開催されるさまざまな花火の競技大会へ足を運ばなければ見ることができない、全国各地の名称の芸術玉をここ広島でご紹介いたします。この広島港夢花火大会のために作られた名称の芸術作品をじっくりとご鑑賞ください。まず最初は広島県唯一の煙火製造業者で100年余りの歴史を持つ老舗、牛尾煙火製造所の上り曲濃式青葉炭素引き立て緑紫紅パンコール、広島の花火の火を消さないとの思いで家業を継がれた4代目の花火にご期待ください。続いては甲州花火の元祖としてその技術を継承し、一つ一つ丁寧に手作りで仕上げる昔ながらの製造法で、昨年は大曲全国花火競技大会創造花火の部準優勝、重宝玉の部優秀賞など多くの賞に輝いた山梨県本店の上りパッドに変色小花式精霊花、清らかさの水色、愛情のピンク、幸せを表す黄色、これらが調和して醸し出すパステルカラーの優しい光の精霊花で心を癒してください。次は明治6年創業以来130年余りの歴史を持つ老舗花火業者、福島県の糸井加工製造の上り曲濃式青信黄金点滅和星入り銀しだれ蝶々、金色に点滅しながら大きく羽ばたく蝶々、福島からの希望の光をご覧ください。次は花火の有力製造業者の多い長野県から、このシリーズ初登場の太陽堂田村煙火店の花火です。昨年の大曲では重宝玉の部準優勝、土浦では創造花火の部一等など、数々の花火競技大会で優秀な成績を収め、今乗りに乗っている名称です。今宵打ち上げる花火は大曲での準優勝玉、上り曲濃式山あじさい、見事山あじさいに見えますから、ひときわ大きな拍手をお願いいたします。
花火の製造に携わってきた老舗中の老舗、東京都丸山屋おばつ煙火店、今シリーズ初登場。上げる花火は上り曲同月一錦と紅と緑と紫、花車入り八重中黄金天滅、三重に開花した同心円からキラキラと黄金の天滅に輝く余韻をお楽しみください。次は花火大会の数が日本一多い静岡県から三円煙火の登場です。昨年は土浦全国花火競技大会総合花火の部で優勝するなど、毎年安定した実績を積み重ねている名称です。上り曲同月八重神菊崎の紅コード、今年3月に開催された2013新作花火コレクション in 大曲に出品した花火をとくとご覧ください。家に直前に花火の先が銀色に輝く変化をお見逃しなく。続いては片野の花火で定評のある秋田県の北日本花火工業の登場です。上り牧月三重県錦崎青梅日産、赤田を龍が天に登っていくように牧と呼ばれる尾を引きながら打ち上がり、42回とした後に壁の先が青と紅色にキラキラと輝きます。最初から最後までお見逃しなく。ここで新しい花火をご紹介しましょう。花火の町大曲で長い間培われた伝統の技を基本に新しい花火に挑戦し続け、土浦はもとより全国の花火競技大会で常に上位入賞を果たしている秋田県小松煙火工業製造の上り曲同月二層自作式発光球、昨年大曲全国花火競技大会純棒玉の部で準優勝に輝いた新しい感動をお楽しみください。長い間不可能と言われ続けてきた花火の
同心円が50に開花する魚影新花火が3つ続けて登場します。まず最初は過去に大曲土浦の両花火競技大会で内閣総理大臣賞を総なめにした実績を持つ茨城県山崎煙火製造所の登場です。昨年大曲全国花火大会に出品した玉と同じ上り曲付き魚影新銀天滅、成功かつ繊細な匠の技をご覧ください。魂を込めて作り上げた力作の数々、皆さん